みんなこんにちは。ということでやってまいりました。本日もフルハラスサテイビーよ。はい、ということでですね、まあ、皆さんね、もう今日もお分かりだと思うんですけれども、今回のゲストは林剛くんでございます。散歩です。ということでお願いします。ごつよぽんの散歩と今日はですねコラボするということなんですけれども、実はこれ収録日が4月16日ということで、はい、浅草にあるねオロ投げバーで、実は一日店長をやった後に今こちら回しているんですけれども、はい、温度投げてきたじゃないですか。ああ、もう肩壊れるぐらい投げてるでしょ、うん、そう。でもね、俺ここでね一つはっきりさせたいことがあるんですよ。何？やっぱり剛くんって、うん、ポージーの時代の時って、うん、スナイパーだったじゃないですか。確かにね、うん、だから今回どっちの方が真ん中に当てるか勝負やっていきたいと思いますよ。はい、だからまあタイトルとしてはどっちの方が本物のスナイパー、もっと短くしよう、どっちが本物のスナイパー勝負。いや、そんな短くなってないんですけど。なってない、なってない。多分最初に言いかけたやつの最初に短くなってない気がする。わかりました。ということで今からですね、どっちが本物のスナイパーか見ていきたいと思います。何いいよ、何ですか。俺は、とある方に会えるけど。とある方ってもうそれとある方誰ですか、ちなみに。あなたのチームのイエロー。いや、好きすぎるやろ。なるほどなるほど、うん、はい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 、うん、じゃあ俺どうしよっかな。焼肉店でやってもらいます。そしたら、あ、全然いいです、全然いいです、はい、ということでじゃあね、早速なんですけれども、はい、今から下の方に移動して、はい、やっていきたいと思います、はい、それでは移動します。トゥさあ、やってまいりました。ということでね、こちらがですね、斧投げバーの、はい、会場なんですけれども、あの赤い丸あるじゃないですか、うん、じゃあちょっとカメラさん寄ってもらっていいですか、はいはい、これブルーですね。この赤い丸、はい、この赤い、この黒の中ですね、この黒の中に、はい、先に入った方が勝ちとします。あ、もう点数がね、ここに最初に入れたやつの勝ちだから、ってことはもう下手したら一投で終わるってことですね。だから一投やって、もしそっちも入ったらそれドローで、また引き続き、はい、これね、なんでこれやろうと思ったら、実は俺アフリカに行った時にこのマサイ族に洗礼を受けて名前もらったんですよ、ラバーティっていう。だから俺日本人なんだけれども、そのコミュニティでは日本人のマサイ族なんですよ。これで、マサイ族って何言ってるか分かんないけど、マサイ族ってライオンを倒すために槍の練習めっちゃするんですよ。あ、そうなの。で、向こうで僕の要は兄弟子、うん、そう、槍の兄弟子、オルブルカイっていうのがいるんですけれども、ライオンを実際に飼った人ですよ。実際に2人1組で飼わないとマサイ族って戦士として認められないんですよ。その人にこれ先に当てた方が勝ちだって言って、俺間違えて飼っちゃったんですよ。だからホージーのそのスナイパーももちろんすごいとは思うんだけれども、どっちがすごいかっていうのをここで改めて白黒つけようじゃないかな。なるほど。いや、でもさ、オルブルカイ、うん、だけしか勝てないでしょ。そう、オルブルカイしか勝てない。俺は、うん、地球宇宙守ってずっとスナイパーとして生きてた。いや、負けるわけねえじゃん。なるほどね。ああ、はい、あ、じゃあ古原康久大とどうぞ。いきますか。はい、いきますか。ちゃんとOK、いただきます。うちのスタッフ信用しろ。うわー、え、ちなみに当たっただけじゃダメなんだよね。当たっただけ、刺さんないんだ。刺さんないんだよ。はい、はい、です。お前もう負けたぞ。嘘でしょ。相棒って言うの。言ってない、言ってない、誰も言ってない。じゃあ行きます。はい。おー、でもうまいね。確かに。いやいや、でも外れたいけど。外れたいけど。え、これだってあれでしょ、うん、あの遠隔から一発で殺したらつまんねえじゃん。あ、なるほどね。はい、それ原康久第2投目いきます。あー、もう下か。じゃあ2投目な、あいぼ言ってたじゃん、自分が。いきます。おーし、いったんじゃない、これ入った、入ってんじゃん、ほら。おっ、入ってる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 、これすごいぞ。ほら、これ入ってますよね。入ってますね、これ。これ完全入ってますよね。入ってます、入ってます。2投で終わったわ。早すぎ、早
二投で終わったぞ。早すぎない、それは。黄色と相手。そう、黄色と相手が強い。え、もう勝負終わりましたけど。いやいや、そうですよ。だからここで、あれ？あれが先行ですよ。先行後攻なんで、この時点でも勝っちゃった。おい、やばいじゃん、やばいね。ちょっと待って、早すぎない、ちょっともう一回やりたい。もう一回やろう、もう一回やりましょう。もう一回やりたいでしょ、もう一回やりましょう。そういう時ってどうやって人にお願いするの？いや、すいません。今回はよろしくお願いします。いやいや、ちょっとこ、あ、図が高いな。図が高い。図が高いな。すいません。どうかよろしくお願いいたします。本当にやりたいの？やりたい。いや、ちょっと早すぎるわ、ちょっと。ああ、じゃあ、いいよ、今のヒーローが倒されたから。肩温まってないもん。2回戦目、泣きの1回で、いきます、いきましょう。いや、強っ。あー、くそ、悔しい。あー、ダメだ。いやいやいや、それもすごい刺さってるけどな、ギリ。あー、うまい。早く開いて。怖い。あー、行ったの、真ん中行ったのに刺さんだよ。あー、むずい。高さ、高さ、なんでそう、ほんま全然入んなかったの。あー、だいぶいったと思った。わー、くっそ。あ、でも刺してる、あれはすごいわ、ヤスが。いや、悔しい。本当に決めそう。惜しい。え、うまいね。わー、むずいな、ちょっと待って。え、でもさ、お前ちゃんと刺さってんだろ。大丈夫、これ今日帰れる。帰る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 。電車ある、これ大丈夫。帰る帰る。イエロー、イエロー、言った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 。うまいね。ほら、イエロー来てるじゃん。うまいね、すごいね。イエロー、これ完全でしょ、これ。どう見ても、これやって、もう一回やって、これ。これや、これ OK だ、これ。これすごいっすね。もう拍手も来てんの、ヤスの、ヤスの下っ手も拍手来てんの。これはすごい。黄色に、うん、イエローにな。そう、もうなんかでも、会いたいんだよ、本当に。本当にやったよ。これはすごいね。1回目、1勝負目は第2投目で決める。で、次は、あ、ちょ、調子悪いなと思ったら、イエローって刺さったんだよ。すごいね。ああ、とんでもねえよ、こんなことある。ああ、俺、今後何かあった時、イエローって言おう。まあ、だからもう終わりですよ。はい、早いわ、早いわ、早いわ、俺の方。本気やすぎて早いわ。じゃあさ、一応さ、スピンオフだけどさ、うちの内村とお前で戦ってみたら。あ、わかりました。あ、でも刺さってないからいいよ。あ、うちの内村が一発で刺さなかったな。よ、お、あ、ちょっとヤス、いいとこ行ったんじゃん。今までで一番いいとこ行ったよ。めっちゃいいとこ行きました。ほら、いや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 、すみません、すみすぎない。ヤポットさんとチーム強すぎない。やばくないこれ。いやー、そんなことありますね。だから、あの、やっぱりうちらね、なんかプレッシャーかかって何かしなくちゃいけないっていう時の力の入り方がすごいよ、めちゃめちゃ。これが40歳。すごいよ、40歳強いわ。だから、ヤス、あと何年 ?3 年、ね、あと4年。4年だったら、これぐらいできるようになるから。ということで、まあ、イエローに会いたいということで、ね、はい、あの、いつででかいイエローに会わせたいと思います。本日はありがとうございました。いつも会えるわ、どうも、あざした。バイバーイ。バイバーイ。あの、とりあえず、させるまでやって。分かった。古原が、最後流してどこまでで何投投げたら真ん中刺さったかっていうのはちょっとファンの方見たいと思うから、うん、行こう。よし、やるぜ。真ん中にね、刺せるまで頑張ります。はい、行きます。今日みんな帰れない覚悟しといてね。いやいや、絶対お店24時間開く覚悟しといてね。刺さったわ。おっとおっと、刺さったわ。行ったな、これギリ行ってんな。人生みたいなのかかるといけるだろ。かかると行くわ。いや、奇跡起こすなって。帰りたいという気持ちでやっぱ行くわ。チャンネル登録、そして高評価の方よろしくお願いします。